ボヘミア王冠僚の紋章。青地に、モラビアの赤と銀の一松模様の和紙。金地に、シレジアの黒色の和紙。金地に上シレジアの金色の和紙。緑と銀の下地にニーダーラウジッツの赤色の牛。中央の赤地に、ボヘミアの銀色の獅子。縦の上には、セイバーツラフの王冠が乗せられ。その周りには、ボダイジュの枝が広がるボヘミア王冠僚、1618年。 オタお宝二世時代のボヘミア領、二百七十三年カール四世時代のボヘミア王冠領、ボヘミア王冠領、またはボヘミア王国の王冠は、ボヘミア王国及び王国と法権上の主従関係にある従属法の集合体を指す国政概念である。この場合のボヘミアの王冠とは、いわゆるセーバーツラフの王冠と呼ばれる国王が頭にこむる物体としての王冠のことでは、 なく、ボヘミア王の主権下に、ボヘミア国家を構成する諸身分が統合されている状態を表している。この国政概念は、1526年より、ボヘミア王官僚が属していた、ハプスブルク帝国が1918年に崩壊するまで存在していた。12世紀から13世紀に、ボヘミア王国と結びついていた報道は、モラビア辺境伯領とグラーツ伯領だけであった。 ルクセンブルク家のボヘミア王ヨハンとボヘミア王献身聖ローマ皇帝カール4世の知性に積極的な併合政策によってシレジア、オーバーラウジッツ及びニーダーラウジッツから多数の小規模な報道がボヘミア王官僚に加えられた。カール4世は王国の庶民部に対しルクセンブルク家の王朝が断絶した場合でも 王朝の攻防とは関係なく王官僚の結合を保ち続けるように命じた。王官僚の結合は1526年にフェルディナント一世の即位に伴って、ボヘミア王位がハプスブルク家に相続された後も保たれ続けた。ハプスブルク帝国において、ボヘミア王官僚は、ハンガリー王官僚及びオーストリア大公国と共に、 中央に君臨するハプスブルク家の三体家領の一つを構成した。ボヘミア王官領は単なる人的同訓連合でも各構成体が同等の権利を有する連邦でもなかった。王官領の国政は人体に例えるならば、ボヘミア王国と王国の庶民部が党であり、その他の諸報度が手足という序列になっていた。ボヘミア王官領における 頭部と手足の地位の開きは大きく、王国の庶民分、つまり、ボヘミア人は、王冠領内における政治的、社会的主導権を独占する権利を要求し、これに対して、モラビア、シレジア、ラウジッツ側は自由意志によって、ボヘミア王冠に属しているという国政上の原則を持ち出し、自分たちが自治権を持つことを主張した。ボヘミア王国の近隣の諸報道に対する優越には、 そもそも法的根拠などなかったが、15世紀初頭には、より強い権限を求め、国王選挙での独占的選挙権を要求している。しかし1620年以降は、ボヘミア王官僚そのものが、はるかに大きな権限を有する、ハプスブルク帝国に圧倒されてしまったため、王官僚内の各構成体の間の競合は、見られなくなった。ボヘミア王官僚のすべての諸構成体が、 共有している国家機関は国王だけであったが、危機の時代にはこれが王官僚の欠点となった。王官僚の諸法の代表が一堂に会する王官僚議会は滅多に開かれることはなかった。ボヘミアの大法官の統率下に置かれる区内官房だけが王官僚の全領土に対して責任を有していた。しかし、区内官房も1620年に プラハからウィーンに移され、1714年には官房用の庁舎が建設されている。共通の政治機関をほとんど持たなかったにもかかわらず、ボヘミア王官僚の諸法の間には16世紀より強い政治的連帯感が見られるようになった。三十年戦争が始まると、王官僚の諸法は、ボヘミア連盟を結成したが、この連盟の結成は、ボヘミアの政治体制の近代化にとって、 重要な意味を持っていた。もっとも1620年にビーラー・ホラの戦いで皇帝軍が勝利すると同時にこの実験的国家も消滅した。時代が下るにつれ、ボヘミア王官僚はオーストリア内の構成地域としての重要性を失っていった。1635年にはプラハ条約によりラウジツをザクセン選定公領に奪われた。 1742年のベルリン条約でオーストリア大公国はシレジアの大部分とグラーツ伯領をブランデンブルクプロイセンに活用している。オーストリア側に残ったシレジアの一部は上下シュレージエン公爵領として1918年までハプスブルク帝国の半島に泊まっていた。ハプスブルク帝国末期、シスライタニアの構成地域になり下がっていたボヘミア。 モラビアとオーストリア領シレジアなどのボヘミア王官僚諸法が独自の権限を持つことは許されなくなっていた。1918年の10.11月にシスライタニアがというよりもオーストリア・ハンガリーが解体されると1916年のチェコ人亡命政治家と三国協商との協定にのっとり、チェコはボヘミア王官僚の歴史的境界線を越えて 新生国家チェコスロバキアの西部地域を構成することになった。ドイツ・オーストリア共和国は、アメリカ合衆国大統領、ウッドロー・ウィルソンに対し、民族自決の原則を根拠に、ボヘミア・モラビアのドイツ系住民地域及び、シレジアのオーストリア系住民地域が、チェコ領内に残留していることを主張したが、何ら政治的な成果はなかった。 ボヘミア王官僚が存在した歴史的影響は、バルチセをめぐるオーストリアとの係争問題や、ザオールジェをめぐるポーランドとの係争問題など、後継国家である現在のチェコにも様々な痕跡を残している。ありがとうございます。